ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。今回は、猫の日にぴったりなネタなんだよな。そうね。それで、今回も流鉄流山線だよな。そうよ。電車にまつわる猫って言えば、和歌山にある和歌山電鉄のイメージがあるな。和歌山電鉄？和歌山電鉄では、猫駅長っていうのが有名でな。和歌山電鉄岸川線の、岸駅の猫駅長として誕生。鉄道界隈を中心に人気を集め、メディアからも注目されていたんだ。すごい。和歌山電鉄の猫駅長は、2006年に正式認定されたそうだ。その猫の駅長の名は玉。当時、日本の民営鉄道では初となったんだ。ほんと、すごい。現在、世代交代をして継承されていて、玉二世がその座を引き継いでいるそうだ。ふむふむ。ちなみにだが、和歌山電鉄の、伊田基礎駅にも猫駅長が存在し、そちらの猫駅長の名は、四玉は伊田基礎駅の猫駅長のほか、玉二世が不在の際の駅長代行としても活躍しているそうだぜ。へえ、いい路線だね。だろ？ではでは、霊夢、今回のネタと行こうぜ。ラジャー、では早速、発表と行きましょ。OK。では、今回は、これだ。猫の日必見。流鉄猫電車。流鉄にそんな車両あったのか。そうよ。では早速、その車両を紹介していくわ。楽しみだぜ。その車両とは、流星号よ。あのオレンジの車両か。ええ、でも、パッと見そんな猫猫してないけど、と、思うでしょ？でも、この車両には猫の日にぴったりにふさわしいくらい猫電車よ。この流星号は、前面の愛称板に、猫の世界観をイラストにしたものになっていて、車内の吊り革には、56種類の様々な猫の様子のイラストが描かれたものになっているの。マジか。まさに、猫電車じゃん。でしょ？ちなみに、流星号に掲出されている愛称板は、車両前後で異なるものが掲出されているの。すごいな。流れ山側には、一つの流れ星と二匹の猫が描かれたイラスト。まばし側には、三つの流れ星と七匹の猫が描かれたイラストになっているの。ほうほう。愛称板のイラストと吊り革に描かれた56種類の猫の様子を描いたイラストは、イラスト作家の杉本まりな氏がデザインを手掛けたものなの。へぇ。杉本まりな氏は、東京都出身の鉄道が大好きなイラスト作家で、2021年1月頃、流鉄流山線の流星号の愛称板と車内の吊り革デザインを担当。2018年には、人と鉄道が織りなす世界を表現し、鉄道と利用者に活力を与える創作活動が評価され、日本鉄道賞表彰選考委員会特別賞を受賞されているの。すごいじゃないか。そして、おめでとうなんだぜ。そして令和2年2月22日には、2が並ぶ特別な日、通称スーパー猫の日を記念して、2022年1月18日から2月22日までの期間、桜号にニャンニャンニャン記念号ヘッドマークを掲出して運行。車両前面のワンマンの表示も、猫にちなんでニャンマンに変更されていたそうなの。おう、こちらのニャンニャンニャン記念号のヘッドマークも、流星号のデザインを手掛けた、杉本まりな氏が手掛けたの。おう、いいじゃないか。このニャンニャンニャン記念号は、記念乗車券も発売されていて、発売初日には、流山駅構内に特設販売コーナーが設けられて、杉本まりな氏も参加されたそうなの。また、記念乗車券セットの台紙のデザインも、担当されていたみたいよ。ほんと、すごいな。これだけじゃないわ。2018年には、車内ドア上部に貼られた流鉄路線図のデザインも、担当されているそうよ。ほんと、すごすぎるぜ。流鉄は、小さな路線だけど、いろんな魅力あふれる素晴らしい路線よ。また、流鉄ひれが崎駅付近には、猫もの&コーヒー猫チルという、猫雑貨とカフェのお店もあるの。おお、猫電車にぴったりだな。でしょ？このお店は、流鉄ひれが崎駅から徒歩約6分のところにあるそうよ。流鉄猫電車と合わせて、訪れてみてはいかがかしら？それでは、そろそろいい時間だし、今回はこの辺りで終わろうと思うわ。今回は、猫の日にぴったりな感じでよかったと思うぜ。それは、よかった。
最後に猫電車こと、流星号のデザインを手掛けた、杉本まりな氏の公式オフィシャルサイトのリンクを、概要欄に貼っておくのでよかったら見てみてね。では、お開きとしましょう。了解。みんなも、楽しんでいただけたかしら？よかったら、チャンネル登録よろしくだぜ。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。